なるほど、アフロみたいな。この激しさが映像で伝わらんかと思ってるからだもん。伝わらんね。これ伝わらん。これ伝わらんね。なんかあそこのとこマイチングなんとかよ。あ、そうですそうです、はい、こんにちは、萩下です。あ、どうも、こんにちは、はい、あれ、なんかすごい分かりやすいような感じで、これはい、牛そば屋さんからこんにちはなんか今見えるかな。とりあえず、大阪着いて、濃い人感じが、はい、今から、関西オフ会です。で今回は焼肉なんですけど、結構人気のお店ですね。じゃん、あっち、あっち、うん、荷物こん中入ってるし、こん中、こん中入ってるし、うん、あ、入れ、うん、よっしょ、美味しそうですね。すごい、うん、なんかレア気味でお楽しみくださいということで書いてあったね、うん、全員入らないような感じ。大丈夫じゃないですか。ここは、はい、映らない方がいいね、はい。はい、じゃあ、なんか、初めまして。初めまして。なんか、企画から結構長かったですよね。とりあえず、前回にお会いできて、嬉しゅうございます。早速、ありがとうございました。その関係で、ちょっとまあ、時間遅れてすいませんでした。なんとか、どうもあと一人か、集まればよかったです。そろそろ、こうなってまして。何時までですか？一応あるんだけど、あんまり。あ、そうですか。じゃあ、せっかくの飲み放題、食べ放題、いろいろとちょっと深刻を深められたらいいなと思います。はい、じゃあ皆さん、じゃあ、何でしたっけ、たくさんこれいいよ。はい、とりあえず、あ、追いつかない。はい、乾杯。はい、お疲れ様です。すげえいい感じ。まだ口つけてないから行っちゃうよ。あ、あ、美味しい、ウーロン茶。あ、ウーロン茶でいいの。ここまでは いただきます。これは何で食べるかな。レモンっぽくない？もう塩、うん、塩とかで。家になったところないみたいな。これ食べ放題だって。うん、すごいね。うん。肉酒、肉肉肉肉肉酒。うん、なんか偉い人が来るたびにあれかなって。来る人かな、来るかな、来るかな。結構こう打ち越すんだから。ああ、もうね、それは確かに。誰にアピール？あ、ここにね。そうここにね。まだ大丈夫ですか？飲み放題ですか？飲み放題。飲み放題あるけど。ほら。ほら。モグさんが迷子になってる。相変わらずモグさんも面白いですよ。紙もウェブも看板も、雪が
僕さんです。全然違うじゃないですか。あら、なんか違った。僕さんも。これをまた、つなぐ。お土産もらいました。お、すげえ、気分すごい。どなたか。宮里さんから。結構袋がでかいけど、うん、でかいんだけど、なんとなんと、重量が、なんか福袋みたいな、四角くて、重量がある、硬い、あ、GPU？ ものが、何かというと、お、お、お、電源の返品かと思って、え、返品？返品ではないよ、冷静に言ってごめんね、あ、すごい、これ美味しい、あ、ゆかりじゃないですか、あ、ゆかり、あ、いいね、パッケージで。ゆかり、帰りに食べよう。車の中で。ゆかり、あのほら、有名な。初めて。ゆかり美味しいですけど、800ワット。800ワット。サーバー電源。サーバー電源見上げてすごいね。でもサーバー電源って。あ、肉ある。ちょっといいかも。え、ブレイクアウトモード。ブレイクアウトモードは多分。あれ使えます。自分で時間半助けで このプレゼントだけどこのグループならではなかなか普通ないよねバイティングなんやろバチェラー最後全員であの騙しないちょっと選ばなあかんね選ばなあかん誰かを選ばない誰かをもう一人絶対指名して選ばない初めて見た時から見てましたってみんなじゃあこの間あのサッシーの夜の番組でモーターをあ、ブレイルモーターすぐやったのすごい面白かったのだって仕方だ何アイスバニラでしょう。あ、すいません。いただきます。すげえ。多すぎて何でもできるんですよ。でもちゃんと普通の女子的な話ができる。これ結構これ最後乾杯ですね。アイスで乾杯で最後。アイス乾杯。気になりますね。アイスして。あ、溶けてきた溶けてきた。あともう一個。もう一個はじゃあディレクトに嬉しいもう一個もう一個ラストラストラストじゃあのはーい来た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 もう廃廃はいあのもう廃廃よーはーいもう溶けてるうまいうまいイエーイうまいおいしいそれは坂下さんでしょこれなんかたこ焼きもらいました嬉しい、うん、言った後で食べようあはい本題の方でしたねはいあセルフィーモードなんだ戻っといで何だっけ何だっけはいそしたら本気で稼ぎましょう、ね9時半か2時間半ぐらい早かったね早かったいやすごいあの盛り上がってましたよね本当にあのもうなんかこっちお邪魔した身みたいな感じで本当にありがとうございます本当集まっていただいてというかなんか歓迎していただいて本当に嬉しかったですいやなんかあのちょっと方向性実は僕今ちょっと悩んでるところもあったんですけど、うん、なんかあの皆さんとお会いしていろいろ話してきて、なんかちょっとまたちょっと定まったところもあるんでまたちょっと共有していけたらなというふうに思ってます、うん、あのちょっと大阪こっちの方で、オフやるのがちょっと間延びしてしまったのもあるんですけど、まあ、あの他にもやらなきゃいけない地域あるわけですよ、うん、なんで、集まれるところではまたみんな集まって、いろんな情報交換して、いろんなこうプラスになることを得ていけたらなというふうな感じで、うん、いいでしょうこのなんか当たり障りのない感じネットに上げやすい、はい、あのとんがったところはまた一人になって冷静なところにやろうかなと思うんでちゃんと10分以上にしてください以上で
はい、そんな感じで今日皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。またまあ、どっか行くなり、おとなしく帰るなり、まあ、皆さんそれぞれ大人なんで大丈夫だと思いますので、はい、またいろいろ楽しいお話聞ければなと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。まだ喋り足りないところもあるやろうから、もしお時間になったら大阪のバーで、店丸ごと貸し切りますよ。今ちょっとお店出たところなんですけど、とりあえず皆さんこう盛り上がってるんで、一人で、ね、コメントとかしようかなと思って、まあ、非常に良かったです。皆さんと方向性を確認できたというか、まあ、ちょっと割とね、本音でこう話できたんで、やっぱ実際に会って話しないとダメですよね。うん、で、モグさんから、モグさん、はい、モグさん、指大丈夫ですか？大丈夫ですよ、本当に。うん、だからさらっと出てたんで、そんな、なんか大したことなさそうだなって思いながら、いやいや、骨折って大したことでしょみたいな、そう、そういうを入れないといけないみたいな。ごちそうさまです、本当に。ちょっと連絡した方がいいかな、現地到着って。これかな。あ、ギャラクシー。ギャランとやよ、あれ。8万。あ、ほんとや。え、あれなんけ、ギャラクシー。そっか、じゃこれでいいや。え、こっちで違うね、これギャランだ。あ、これ見とったんや。そうそう、ギャラクシーあるよ。ギャラクシーあるね。でもこの辺で1万で飛行機です。そんなことないよね。私ここ来たことある。働きに。違う、ライブ。でも、一夜のスパーとかにスパーを取るっていうことはすごい、うん、それもすごいですね。それでも月1遍一発当てたら月に2000万円でね、2000万円の店があるからですね。はい、乾杯。ここの店長なんか知らんけど、常連にはこんな扱いやから。暗い、真っ暗い。はい、ちょっと入ってますね。こんな感じで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ひとまず、まあ、楽しかったね。楽しかった。めっちゃ面白かった。時間が1分ぐらいだったね。え、なんかめちゃくちゃ、なんかあっという間に時間が過ぎて楽しかった。もう一回やらないで。次は名古屋。はい、こんな感じで、まあ、明日、ひとまず、午前中ちょっと人と会ってから、帰ろうと思ってます。はい、また次は名古屋からお届けできたらと思います。はい、はい、今回最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ちょっと暗いね。バイバイ。最高。